えろ。この機械を作戦終了。各機種各母船は3130まで艦載機を回収、安全圏へ脱出せよ。動かないよし。繰り返し作戦終了。来い。作艦ヤズロ8号、ヤズロ84、ウィリーサーバーセット、ドキドキのゼロ、オートメッキー、ヤズロ80、エアダンパー4台の3ダンパー1号、ゼロゼロ74、何だすか、やりません、30秒だ。作艦ゼロゼロ33、来た。3194年から始まった人間と機械生命との戦いは今最後の時を迎えようとしている。私の名はシャイアン。 SH 型のムーブメント、ボディーパーツの一つで自ら思考するロボットだ。そして人類は地球の全地表もろとも機械生命群を滅亡させようと全地表制圧作戦を開始。作戦は達成され、私はオペレーターの人間と共に空母に戻るはずだった。私は退避を断念し、破壊された空母の一つに身を委ね、長い眠りについた。再び人間の存在を感じ、私は目覚めた。しかしまあ、なんと千年も経っちゃってたんだな。これがすごい、こりゃ映画だわ。ブツ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 ドブツ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 、大体読めたよ。簡単じゃんこれ。元から簡単に書いてあるんだよ。ねえ、あたしイクールって言うんだ。
あんたは？私は SH-06H 型サイバロイド。型式名称はビラル06。コードネームはシャイアン。そんなこと言われてもわかんねえよ。では簡単にシャイアンと呼んでくれ。ところでどうだった？この町の人は。割といい。こんなものたくさんくれたが。おっとそいつは天使甘栗。この辺って盗賊が多いのね。でもさ、この町の人って機械作っても使えない変な奴らなんだわ。だからこうして私が守ってやってるわけね。え天使甘栗ちょうだい。え、ちょっとそのなんか服をその着てほしいんだよね。私としては。あ、うん。いやね、変なロボット人間みたい。実はここだけの話だけど、私のパパ機械屋だったのよ。だからあんたのくれた操縦マニュアルもスイス読めんのよ。ここからずっと北の町にいたんだけど、ブラジル軍にやられてさ、ここまで来るときにパパ死んじゃって。まだ戦争があるのか。さっきのマニュアル見たけどさ、あんたって簡単に言えば戦車みたいなもんなんだね。きっと頼りにしてるからくれたんだよ、天使甘栗。昔は天使甘栗売りが路上にいたもんだけど、今じゃ貴重品だもの。裏ルートでしか手に入らないんだから。昔の戦争か。なんか気を失いそうな話ね。まあ多分新素材と自動保存機能のおかげで生き延びられたんだと思う。生きてんの？ロボットじゃないの？ロボットだよ。ところで見てほしいものがあるんだ。あら便利。私が生きていたということは、私の敵も生きている可能性があるということだ。へえ、いい男。あんたよりかっこいいじゃん。ブリブリじゃん。はいはい、ありがとう。でさ、こいつを見たことないか。千年前にはエルメダインと呼ばれていたんだ。見たことないけど、エルメダインなら知ってる。ブラジル軍の戦闘参謀の巨人の名だよ。私の昔のライバルだ。ふん、ロボットの世界もいろいろ訳ありね。ロボットに歴史ありか。エルメダインはエルメダインだけで 100% 機能するが、私は人間の力を借りて 100% 以上の機能をするように作られているんだ。それじゃこっちの勝ちだね。マニュアルにあったろうけど、私のここに人が乗るんだ。ここに乗った人は私の心の一部になって私と一緒に戦うんだ。心の一部になる？つまり、あなたには私が必要なわけね。そうだ。交換条件だ。天津甘栗、てめえの分も回せよ。はいはい、わかりました。その言い方やめろ。イメージが壊れるだろ。エルメダインだろ。ラスカダス城はすでに落ちました。捕虜は千人大収穫です。ブラジル皇帝もさぞやお喜びに。バカ者、考えが甘い。見ろ。いいか、抵抗する者は全て殺せ。油断をするなと言ったろ、参謀長。申し訳ございません。この責任は私の首に変えましても。もういい、下がれ。チッ、人間。この町は修理もできるし、しばらくいさせてもらおう。そういうの賛成。
あれ20分以内に準備できるか。我々二人の初陣になりそうだ。ケルトリアまで19分。エルメダイン殿の通信を傍受しました。ラスカタスを落としアニエスベータへ向かっているそうです。エルメダインめ、ラスカタスなど赤ん坊でも落とせる城だ。遅れを取ってはいかん。一気にケルトリアを潰すんだ。遠くの敵がわかるなんてすごいね、サイアン。科学の力だ。そう、敵は3機、中にエルメダインがいるかもしれない。その時は逃げよう。なんで？君はまだ私の操縦に慣れてないし、千年生き延びとあいつの力もわからない。少し不安が残るから。パパみたいなこと言うのね、シャイアンの育児なし。さーて、やってみましょうか、軽くね。ケルトリアを肉眼で捉えた。戦車、用意よし。オリオニス殿、焦ることはござらんのでは。エルメダイン殿もそばを通りますれば援軍を頼まれては。あの機械人に領地をこれ以上取られては妻子に合わせる顔がないわ。あいつは領地に種をまかんで鉄を打ち込みおる。それは私も同感でござる。お気をつけて、陛下の機械を大切に。おうよ、買って帰る。準備整ってござる。行くぞ機長、切り離せ。根は切れた。戦車を落とせ。90度回答。お気をつけて、オリオニス殿。ポートランの股間を。真っ暗で何にも見えないよ、サイヤン。おいよ。お、見えた見えた。敵は戦車2台、航空機は旋回待機中だ。じゃあ、読んだ通りにするわね。頼む。行くぞ。シャイアン、データ8、6、4、1、7、3。了解。何者だ、あいつは。カモン、ぶちまくれ。大丈夫だ。行くぞ。ロニー、竜の火だ。竜の火を使える奴がケルトリアにもいるのか。エルメダイン殿にご忠心申し上げるんだ。友軍機接近、ケルトリア攻撃軍です。なんだ、助けてほしいのか。何か発信していますが、早くて読み取りません。落ち着いてやれと伝えろ、バカども。了解。読み取りました。ケルトリアに竜一匹。そうか、竜が出た。ブラジルへ転身、戻るぞ。了解、ブラジルへ転身。風速10、追い風です。よし、急げよ。よい。お疲れ様。シャイアンもね。じゃ、またくれぐれも天使甘栗を忘れんなよ。じゃ。ちょっと無理しすぎたからな。
エルメダイン殿、皇帝局が急の帰還の理由を問うていますが。緊急事態と伝えろ。私は地下宮殿へ降りる。何よそのマント。昨日の戦いで体を痛めてしまった。今修理中なのでみっともないからマントで隠してるんだ。ロボットでもそういうもんか。そういうもんだ。ところで私に何か用？修理が済むまでしばらくの間代わりに戦っていてほしい。イクールさん、装甲服を試着しに来てください。はい。装甲服？事態を認識しまして急遽制作しましたです。はい。私ファッションにはちょっとうるさいわよ。悪いけど。会場に出ました。ケルトリアまで5000ケルカン。準備いいな。完全に破壊しろ。シャイアン。へへ、似合うじゃん。寸法通りに作りましたから当然です。はい。この服はイクールさんの力を強くします。はい。各部にかかる力は背中の重力気球によって吸収されますので、イクールさんに無理な力はかかりませんし、地面に潜ったりしないのですね、これがね。はい。なんかこの辺にエンブレムとかついてるといいのにな。私はね、トラットっぽいのが好きなのよね。何を時代ずれしたことを。もうちょっと色がな、こうなんか今一つ。イクール、目的を忘れるなよ。忘れてないよ。そっちも飯を忘れんなよ。しばらくの間よろしく頼む。銃は私の使ってくれ。その服なら大丈夫だ。オッケーオッケー、イクールにお任せ。ケルトリアを肉眼で確認。作戦開始しろ。地上部隊を下ろします。流星車投下。道を開けろ。おっと。あれだ、竜の火だ。すごいぞ。ピースピース、なかなか耳が早いじゃん。私なんかいらないじゃないか。シャイアン、すねるなよ。いい子いい子。それにしても飛び道具ってのは偉いもんだな。お前って人間いまいちわかんねえんだよな。女っつうのはそういうもんだよ、シャイアン。わかったわかった。インコムにつけておいたら私の目で見回してくれないか。こうか。オーケー、その調子で一回りしてくれ。ガンプ
幹部がどうしてこんなところに。行く、他にもいるかもしれないぞ、気をつけろ。いや、あのロボット私のタイプだったからちょっと惜しかったわ。そうかい。どうしたの？千年ぶりだな、人間機械。覚えているのか。我々の記憶は共通だ。一個体でも覚えていれば全てわかる。こんなことじゃ大丈夫なんだ。非科学的な意見もありが